こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、40代、50代になって恋愛をしたいんだけども、結婚したいんだけども、なかなかうまくいかないなと、出会いがないなって感じてらっしゃる男性女性って結構いると思うんですよ。今日はね、こうそこをね、あえてえぐってお話したいと思います。3点に絞ってお話しますんで、もしね、覚悟ができてない方はこの辺で動画の方をスキップしてみてください。よろしいですかね。じゃあ40代50代、なぜね、望んでいるのに出会いがない、結婚できない、恋愛すらできないっていうことなのか、まずね、この3点を見直していただきたいと思います。1つ目、金がないという現実ですよね。まあ、男一匹30年40年、時には50年生きてきて、なんで未だにお金が残せていないんだろう。その日暮らしなんだろう。例えば仕事を3ヶ月とか半年ピタッと辞めて収入源が断たれても、全然へっちゃらでね、生きていけるぐらいの2、3年分の余剰資金、つまり1000万とか2000万の生活資金がすでにストックされておりますかってことをちょっとね、考えてもらいたいと思うんですよ、ね、やっぱり40代から50代になってくると、そのぐらいの余剰資金がないと、まあ、老後のね、準備ができてるとは言えないんですよ。でそのために必死こいて稼がないといけない、そのお金に対してすら必死になれなかった現実ってのがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういった、まあ、お金に対する意識だと、当然女性に向く意識もちょっと低くならざるを得ないかなと思います。最近自分の、あ、この子素敵だな、可愛いなって思った女の子と1時間以上べったりと話した、そんなね、時間ってのは振り返っていつあったかなって思ってみてください。まあ、結構ね、お金に一生懸命になることと異性に一生懸命になることってものすごくね、似てるんですよ。なぜなら一生懸命じゃないと異性にもお金にもなかなか出会えないってことなんですよね。一生懸命働くとか一生懸命作業をするってことはないですよ。一生懸命お金を得るために行動したり考えたりするってことです。これをね、切り分けて考えてみてください。普段お給料をもらっている会社ではお金の勉強はできません。お金を増やすこともできません。人生を構築することもできません。ただ使われていい感じで終わっていくだけなんですよ。もしね、自分が仕事場でものすごく大切にされてると思うなら、先輩や上司に気に入られてるっていうふうに感じてるとしたら、その気持ちですらコントロールされているってことなんですよ。ね、なんだこの会社最悪だな、いつでも辞めてやるぜみたいなことではなくてね、上手に上司や先輩や経営陣が社員を飼いならそうと思ったら、君には期待してるからもうちょっと頑張ってねっていうこの一言ですよ。これがずっと続いて40代とか50代になっちゃってるんじゃないですか。ちょっと怖いですね、はい、それではね、次、学んでいないという現実があるからなんですよ。どうやったら女性に好かれるだろうか、向こうから女の子が寄ってくるだろうか、どういった場所でどういった仕事についてどういった行動パターンを送れば自分はいわゆるモテる男になるだろうか、どんなヘアスタイルなら、どんな表情なら、どんな服装ならモテるだろうかってことを学んでますかってことですよね。おそらく学ばずに自分一人の勝手な解釈でやってきちゃった結果、モテなかった自分が今ここに取り残されてるんじゃないですかね。いかがでしょうか。熱心にアプローチしただけではダメですよ。熱心にアプローチした結果、女性から見て気持ち悪い人につきまとわれたになっちゃいけないんですよ、ね、だからそこそこかっこよくてね、清潔感があって話の面白い人に繰り返しアプローチされたら、これをつきまとわれたっていうふうに感じる女性はいないんですよ。だからこの辺、自分がしっかり学んでいますかってことをもう一回ね、きちんと考えて、一日のうちに学ぶ時間をしっかり取るっていったことをお勧めします。まあ、例えばね、今日は本を読もうかなと思って時間を確保してるでしょ。そこに急に電話がかかってきた、誰かが来た、約束をこうね、持ちかけられてきて、ちょっとこれから飲みに行こうかっていうふうにね、誘われた。その場合どうします？本はいつでも読めるから、じゃあそっちに行こうかな、電話に出ようかな、何々しようかなっていうふうに思ってませんか？違うんですよ。あ、今日はね、本を読む時間をちょっと設定しちゃったんで、スケジュールしちゃったんで、ごめんねと。電話も出れないし、会えないし、約束もできません。今日は本を読む予定があるからっていうふうにして、自分の頭を鍛えること、知識を最優先にして、そういったお誘い断ってますかね。いや、それをしないとダメですよ。だから、
本を読むこととか知識を得ることって一刻も早くしないといけないのに、それを後回しにするってことは学んでいないってことなんですよ、ね、いつでも学べるはいつも学ばないってことになります。最優先で自分の頭を構築して正しい選択肢を導き出せるように学んでみてはいかがでしょうか。じゃあね、最後になります。40代50代でなんでね、恋愛をしたい結婚したいと思ってもそれができていないのか、冷たい現実です。3点目、告白されていないという事実です。40代になっても50代になっても女の子から、あのすいません、これ読んでもらえませんかとかね、今度時間ありませんかとかね、これ食べてもらえますかっていうふうにお弁当作ってもらったりとかっていうのはありますか。これね、高校生とかでもあるわけですよね。男の子が何々先輩って感じでね、後輩の女の子からデートの申し込みがあったとかね、告白されたとか、どっか校舎の裏に呼び出されたとかね、どうですかね、高校の時にありました。そして40代になった今、50代になった今、ありますか。こういうふうにね、その若々しくってエネルギッシュで最もね可能性にあふれた、そういった10代20代の時にもそういうことがなかった。そして男としてね、成熟してより男らしくなった男のピークたる40代50代でも、女性からそういうふうに恋愛の対象としてアプローチを受けていない、この現実がある時に、自分は恋愛対象ではないと、結婚対象でもないし、一緒に家庭を運営していけるような信頼もされていないってことに気づかなくてはいけないんですよ。だからダメってことはないんですよ。この今お話した3つの点にもしね、ぐさぐさぐさと気づいたんだったら、じゃあやりましょうと、一刻も早く行動に移して結果をもぎ取っていきましょうってことなんですよ。もう先延ばしする余裕ないですよ。40代過ぎて50代過ぎて、もうあとはね、老後の心配をしなくちゃいけない時ですよ。私たちは、お父さんお母さんの年齢考えてみてください。もう70代も後半でしょ。ってことは、今誰かと結婚して家庭を作るってことは、お父さんお母さんの老後のケアもしながら、時には葬式もしながらですよ、入院生活も心配をしながら、片方では自分の家庭も運営しないといけない、この二足のわらじなんですよ。でそこに巻き込まれる20代の女性にそれほどのタフさがありますか、それほどのお金がありますか。20代の女性、まだ青春を送りたい、そんな時期に家庭と介護に忙殺されるような日々で、一番女性としてね、自分のことがやりたい20代30代の時期をなんであなたに捧げるんですかってことになっちゃうんですよ。だからやっぱり40代50代の男としては、最大限の余裕を持ってそういった女性に向かっていかなければ、なかなかね、ただでさえ不利なわけですから、私たちはなかなか掴み取るような恋愛や結婚はできないと思います、はい、結構今回はね、厳しいことを申し上げましたけども、でもやっぱりそうだなと思いませんか。今私が話した3点を無視して、もし恋愛や結婚がうまくいくと思うなら、そうしてみてください。ただ今までうまくいかなくなったってことは、自分の判断にもしかしたらね、読みの甘さがあったんではないかなと、厳しい現実を避け続けてきたってことがあったんじゃないかなと思いまして、もし私からお伝えしたことでね、何か気づくことがあったら、まあ行動原理の一つにしていただきたいと思います。そして最後に申し上げますけども、何もね、恋愛や結婚が幸せの絶対条件ではありません。恋愛や結婚によって不幸になる人生もあります。結局は自分次第なんですよね、うん、まあただね、瞬間的な性欲を達成するために恋愛をしようとか結婚しようっていうことでしたら、ちょっとこれはね、また話が変わってきます。そんなもんでありませんからねやっぱり抱えるものってのはそれに見合わないぐらいかなり大きいものになってきますし、基本的にはね、男としての力量を積み上げていかなければ何も起きないんですよ。そして全てはお金で解決するようになってしまいます。自分の力量がなければ、お金で強制的に自分の欲求を解消するってことになりますけども、まあ、そもそもね、そういう余剰資金すらないんで、それもできないから、ああどうしようってことになっちゃうかもしれないですね。ちょっと怖いと思いますよ、そういうのっていうのは、まあ、48になりました。私も今ね、こういうふうに自分の人生を振り返ってみて、40歳になったあの時によしと思ってやったことが全部やっとね、今ね10年近く経って実を結んできたかなと思いますんで、40
40歳ギリギリで始めても、その後運よくね、順調に全部が進んで、あ、48歳までかかるんだなと思いましたね。もし40歳になったあの頃、私が今日ね話した3点に気づかずに、それを受け入れずにやってきたら、多分そのまんま今に至ったんじゃないかなと。当然借金は増えっぱなしで5000万を超えて、もしかしたら1億円ぐらいになってたかもしれません。もしね、貸してくれる人がいればですけどね。でなければ、まあ多分学ぶこともなかったと思いますし、当然結婚や恋愛もしなかったでしょう。40代をそろそろ終わろうかなと思った私に、何もなかった10年がまたプラスアルファされるだけの、そんな人生だったんじゃないかなというふうに思いますね。だからこそ今こうしていられることが本当に運が良かった、皆さんのおかげだなと心から思うわけなんですよ。はい、会社にも属してませんしね、本当にどの組織にもいない私がたった一人でここまでやってこれたのは、ひとえに運が良かった、私に、まあ、ネットビジネスってものをもたらしてくれた、そんな人がいたことも運が良かった、私に、まあ、結婚してもいいよって言ってくれる若い女の子がいたことも運が良かった。本当に運が良かった。10代の頃鍛えていた体が未だにね使えるこの体力、体格、これもまあ運が良かった。そして YouTube があるというこの世の中、この時代に生まれたことに運が良かったなと思うばかりでございます。本当に運が良かったなと思いながら今日を終わっていきます。ただ運が良くても、その運を掴むかどうかは自分次第。お金の運が回ってきた時にお金を掴んでますか？学ぶ流れが来た時に学んでますか？掴んでますか？そして向こうからね、女性が寄ってくる、そんなチャンスを呼び起こすために自分の力量上げてますか？自分の男を掴んでますか？ってことだと思うんですけどね。はい、他の考え方も十分あると思いますんで、またね、皆さんのお考えもお知らせいただければと思います。それでは失礼します。